はい、というわけで今日なんですけど、シーズン28がね、ついに到来しましたね。さあ、早速ね、聞いてこうと思うんですけど、まあ、PC 版の時ね、ちょっとね、クレジットカードのなんだか、なんかエラーが出て、なんかできなかったんで、まあ、ちょっと今日は引いていこうかと思うんですけど、まあ、トレーニングクッションに関しては別に、金券を使わずして引けちゃうので、まあ、今日は勲章を使ってね、ガチャ引いていこうかなと思います。ピース870枚あんじゃん。で、さらに300枚あんで、もうすごいんですよね。これを全部使用して、89枚おっと ?87 枚ぐらいか。395枚。これでね、まあ200連ぐらいね、引いていこうと思います。あのトレーニング勲章のガチャって、40連確定なんだ、これ。ほうほうほう、武器確定なんだね。これでも武器確定のやつで衣装出たらちょっとクソだよね、これね。まあ、そんでこっちが、まあジープあると。まあでも、ボルテックスでしょ、別にいらないんだよな。まあ、金シャチ系ぐらいかな、欲しいのは。まあまあまあそんな感じで行ってみましょうか。行きます。ポン。はいはいはい、200連なんだよね。言うてそんなに持たないかもしれない。さあ来い。おっと来た。トレーニングショーでもいい感じのガチャが来るのかと。行きます。はい。おー、これ20連っすよえ、これ20連で金銃確定とかじゃないのこれ。またなんかそういうやつじゃないの。そう、切ない。これ今んとこ20連っすね。まあまあまあ行きましょうか。はいはい。え、ここまでだと。遊びはここまでだと言わんばかりに。じゃ、こっから金枠が出なくなるような気がする。大丈夫そう?あ、大丈夫そう?いや、待って。よいよいよい。よいよい。ちょいちょいちょい、マジで。マジでちょっと出なくない?ちょっと。おい。金使わせる今日まだ。もうだいぶ使ったけど。あ、しかも初回80連で?あー、なるほどね。40連さらにプラスでってことか。行きましょう。これで?熱いか。で、次で、確定で。あれ?あれ?嘘?ちょっと待って。あれ?どういった確定?これで金枠がとりあえず確定で、これ10か衣装っすよね。はい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 。まあ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 、でもトレーニング勲章でさ、まあまあ、おっと?来たね。まあ、金のさ、十字架もらえればまあまあいいのかなっていうところはありますけれども、いきます。はい。おー、出るね。金銃祭り開催されてますね。あ、金車出てくんねえかな。200連のうちにね。そろそろやばくないか。あと80、逆にあと80連。待ってよ。少なくねえかも。やばい。金枠来い。待って、これ確定次は?あ、もうなくなるんだ。2回だけなんだね。その40連、80連の確定だけなんだ。あと60連。ちょっと待って、ちょっと待って、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 待って。はい。じゃあ頼むで。やばい。全然出る気配ない。だからその、金車に関しては、その、天井システムは300連なくて、それがなんか効いてるような気がする。おっと?ラストチャンスな気がする。いきます。金車カモン。あ、バン。もう3本目になるとね、喜びは消える。待って、これさ、350連で確定なんだ、これ。いやー、ちょっと。これはお高いな。350連だとな。いや、このさ 0.12 って書いてあるけど、全然 0.12 関係ないんだな、いつも思うけど。まあまあまあ、あと40連いきましょうか。いや、頼むて、頼むて。40連。うん、でも無料っていうのが、おっと、これはいいぞ。来たんじゃないか。さあ、無料で金車を当てる男いきます。カモン。うっ4本目。な、4本目。まあ、トレーニング衣装多分いっぱい持ってる人多いと思うから、新しい衣装当てんならもうこのガチャも速攻で出ますんで。いきます。はい。いや、出ちゃった。出ちゃったよ。一番出たら嫌だなと思ってたやつ。なんだこれ。裸足だしな、なんなのな。金枠なのに裸足。いきます。もうラストかな。あー、終わったわ。そういう感じ。あと5連しましょうか。お前かいお前かい、金枠出て。あ、まあ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 、そんなに、そんな悪いガチャじゃない。まあ、金車は出ないけど、まあ言うてボルテックスだから、追い課金するほどでもないよね。うん、やめましょうか。まあそんな感じっすね。しょぼいな。若干のしょぼさ感じながら、うん、ちょっとね、そんな感じはしますけど。これどうしようかな。最終形態するかどうか。88式俺多分ね、持ってなかったんじゃないかな、金枠。まあ、それで言うと、まあ、ありっちゃありなのかもしれない。うん、持ってない。初金枠だ。もう行っちゃいましょう、これ。最終形態見ようぜ、これで。弾丸弾道?ピューンと。近距離ナイフ?なんかどっかで見たようなデザインだけど。あははは。カウンターついて、マズルフラッシュ、エフェクト。
あ、もう行っちゃいましょう、これ。うん、一旦行って、ちょっとね、一斉行きましょう。まあ、今までね、葉っぱ式持ってなかったんで、金和くん。まあ、まあ、いいんじゃないですかね。はい。しょぼ、なんか、しょぼくないかなんか、ちょっと。まあ、ちょっと88式打つだけの回なんで行きましょうか。で、あの、シェンロンのやつは、ちょっと次の動画でちょっとあげようと思いますので、そちらの方もね、ご覧いただければと思います。さあ、ちょっと撃破エフェクト見たいから、ちょっとしっかり頑張りましょうか。こんな感じ。やっぱ、しょぼいな。さあ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 、どうしようかな、これ。コースターを一旦行きましょうか。どこでしょう。いや、で、今シーズンさ、伝説の軍神目指してるんだけど、なんかあの、生配信のコメント欄でさ、まあ、1000人にね、伝説の軍神、栄光将軍の上の伝説の軍神になれるんですよ、1000人がね。なんかどうやら、栄光将軍の星64ぐらい取ったらしい、戦意の人が。めちゃくちゃ敵来てんな、そして。もう大丈夫か、これ。なんでこんな来てんの。待て待て待て、まだやばい。え、どこ、下か。あ、いたいたいた。オーケーオーケーオーケー。危ねえ、怖すぎなんだけど。一回隠しましょう。これジャックがいるでしょ、確か。ここジャックあった、ジャックあった。88式音でちょっと見つけないといけないので、サクサクっと取って。88式って落ちてるもんなのかな、そもそも。あんまり落ちてるイメージねえんだよな。死んだら射撃場ね。なぜなら、僕はあの、楽してるわけじゃないですよ。やっぱね、皆さんにね、早くね、お届けしたい情報を。88式手に入れるまでちょっと死ねないから、男としてね、しっかりここはね、勝ち切っていきたいと思います。おっと？出てこい。入れよ、ザコ。嘘でしょ？早えな、ちょっと。さあ、もう射撃場行きましょう。もう、こういう時はね、サクッと射撃場。はい。まあ、この動画はもう、ささっと出したいんで、もう本当にライトに、おっと？ロングバレルと強化パーツと。まあ、この辺はね、前回の動画でちょっと見ていただければなと思います。もしあれだったらね。あったあったあった。これ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 。よっしゃー。行きます。行きますよ。はい。ちっちゃ。ちょっとちっちゃくねえか？なんか若干。若干小ささ感じてるんだけど。待って、行くよ。なんかちっちゃいな、気のせいかな。あ、でも反動そんなに感じないね。2種類ちょっと確かめたいんだけど、まずこの時ね、立ちながら、これが反動ね。で、今度この足の際、三脚つけた状態。え、強い。え、三脚つけると強くねえか、これ。こうして、あ、ブレが少なくなってるぞ。なんかそういうもんなの、これ。わかんないけど、伏せてスコープ。え、強いかも。最近発見が多いな、栄光将軍目指したから。なんか知んないけど。待って、普通にやってみようか、普通にね。立った状態で。強っ。バン。変わらんわ。多分今後もね、使わないと思いますけど。まあ、こんな感じの最終形態。はい、というわけで以上です。バイバイ。俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ。文句あるなら、俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕かればって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, Hololive ステージも淡いライトで。